はい、どうも、ブンケラです。ギュンで。メーブル。テイク2してくれ。待って、テイク2ね。行きましょう。ブンケラです。ギュンで。テイク3行きましょう。ブンケラです。ギュンです。メーブルバームです。よろしくお願いします。お願いしまーす。ということでね、はい。第2回です。ラジオで。好評につき。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、さっき1回目撮ったばっかりなんだけど。やめろ。ゆうやん聞いて。今さ、はいはい、インフルエンザ流行ってるじゃん。流行ってるねー。あるじゃん。でもね、でもね、うん、実は、新たなインフルエンザが流行ってるの知ってる。え、嘘。ほんとほんと。猫インフルエンザ。ええって何言ってた？エイズって言ってた？そうそう、A 型、B 型以外にもあるのって言ってた。そうそう。うん。エイズの話し始めるんかと思った。いや、もう、エイズは怖い。エイズ怖い。まあ、エイズなんて、うん、エイズじゃないんだけど。いや、でもね、なんか今、犬を飼っとる人より猫を飼っとる人の方が多いらしいんよ。あ、インフル、なる。いや、あの、ペットの比率。今まで犬を飼っとる人の方が多かったんだけど、おうおう、最近は猫の方が上回っとるらしいよ。で、俺犬が好き。犬派？うん。なんかね、猫は人と接する機会が多くて、はいはい。猫インフルエンザが今後人の間で流行する可能性もあるらしい。あ、じゃあ俺猫飼ってるあのお宅には行きません。あの飼ってる方との接触もしません。やめてやめて。はい。やめてやめて。なんかあの嫌です。いやですなんかね、ニューヨークにある動物保護シェルターの猫の500匹以上がインフルエンザにかかったんだって、去年。すごいね。そう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 。でね、それの治療に当たった獣医さんも感染して軽い症状が出たらしい。へえ、怖っ。そう。じゃけ、なんかその鳥インフルエンザとかもあるじゃん。うん、うん、そうですね。あれと同じで猫インフルエンザっていうのがあって、その鳥インフルエンザが猫に移って、猫の鼻とか気管とか肺でよく増えるように変化したんだって、うん、すごいな。そう、それが猫同士が接触線でもくしゃみとかで感染するんだって。怖っね。で、あのもうそんなこと言ったら、まあ将来的にね、そうそう、まあ、結局はもうね、動物という動物すべてがもうインフルエンザ出てきちゃう。出てくる出てくる、ほんとね。ウイルスでどんどん進化するけ。ウイルスってすごいんだね。ウイルスってすごい。だっけ、なんかね、あのフェレットっておるじゃん。はいはいはい。あれって人と同じような反応を示すらしいんだけど、うん、うん。そのフェレットも猫インフルエンザかかったんだって。あ、じゃあもう人間はもう完全に移っちゃうってことだね。かかる。でも安心して。あのね、これね、症状は軽くて、うん。タミフルとかリレンザなどの抗ウイルス薬も効くらしいけど。ああ、市販。そう。市販っていうか、まあ。もう元々ある薬で効くらしいよ。ああ、そうなんだ。じゃけ、大丈夫なんよ。なるほどね。そうそうそう。じゃあ普通に人間がかかるインフルの方が重いんだ。重そうなんや。じゃあどうってことねえわ。どうってことねえんで、うん、ちょっと次の話題に移るんだけど、はい、あのご飯なんだけど、ご飯なんだけど、おお、ご飯なんだけど、お、最近ね、あの、はい、給食でのトラブルっていうのがすごい流行ってるらしい。食中毒とか、なんか、いや、そういうのじゃなくて、なんかね、あの、とある学校の先生が、はい、給食時間も授業と同じで休憩時間ではありませんと。はいはいはい。なんで、あの、遊ばずに食べてください。そういう学校もあるらしい。俺らが小さい頃ってそんなのなかったと思うよね。なかったよ。みんなワイワイできる感じにならん？うん、だって普通に、まあ、小学校の時は、うん。まあ、小5、6年の担任の先生は普通にビデオ持ってきて、うん、あの給食の時間はアニメのビデオ見ながら食べようねって言って。いや、ほんとほんとね。そうそう、みんなで普通に笑いながら食べてたよね。そうなんや。俺もそんなイメージだったんだけどね、最近はね、うん、そういう学校もあるんだってよ。なんかもう、これはちょっと行き過ぎなんじゃないかな。ね、だって美味しいご飯食べれんくない？そうなんよ、うん、ね、なんかそこ、ご飯の時に湧く話だってあるじゃん。そうだね。ね。うん。じゃけね、なんか、
そういう、なんて言うんだろう、そういう流れの学校は、先生とかも大体10分未満でご飯全部パーって食べ終わるらしい。もう喋らんけ。そう。食べる。それさ、え、だって、イコール生徒たちも、もう黙々と食べる。黙々と食べる。え、刑務所じゃん。まあ、でもそういう学校もあるんだ。囚人みたいになっちゃうじゃんね。そうない。なんかね、もともと学校の給食って、なんて言うんだろう、明治ぐらいに、あの経済的に苦しい人の就学、はいはい、あの子供おるじゃん、経済的に苦しい家の子供のために、うん、あの仏教慈善団体が実施したりとか、はい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 、その後に戦後学校給食法っていうのができて、心身の健全な発達とか、うん、国民の食生活の改善に寄与するものみたいな、まあ要するにちゃんと栄養バランスをしっかり、そう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 、みんな取ってくださいねってことで、うん、まあ支給してた。そう、食育の充実。うん。食べることによって学ぶこともあるみたいな。うん。JK さん、まあ、授業って言われたら授業なんかもしんけど、そこまで固くすることはないよね。いや、ないでしょ。ねえ。まず、食べてるんだから、まず美味しく、ねえ、なきゃいけない。そんななんか重たい空気感の中で食べるのは良くないと。ね、逆に良くないと。そうだよね。うん。でもなんかこうさ、ご飯の時に、いやちょっと静かに食べなさいみたいなこと言われたらさ、やっぱ萎縮するよ、子供。まあね。でも多分先生とかは、その将来的な食事マナーのことを考えてるんだ。そうそうなんよ。これまた難しい悩みなんだけどね。まあね、でも、いや今までっていうか、俺らみたいにさ、ね、まあ子供の頃普通にワイワイ食べてた人たちからしたら、いや、やりすぎじゃないってなっちゃうよね。その食事のマナーだったりとかさ、もう大人になるにつれてこう覚えるじゃん。そうだね。ねえ、結局そのそういう場に出ることが絶対に出てくるから、そういうとこで覚えてくもんだから。そう別にね、学生のうちからそこまで教える必要はないんじゃないかな。ね、なんか箸の持ち方が変な子とか、特定にじゃなくて、まあ、みんなに箸の持ち方はこうですよってこう全体的に言ったりするぐらいだったらね、まだ笑いながら。まあまあそうだね、いいけどね、やらんくてもいいんじゃないかなってことでね、その学校のね先生方、ちょっとまあもうちょっと楽しくご飯は食べさせてあげた方がいいんじゃないですかね。ほんとなんかね、まあやっぱ時代の移りもあるんだと思うよ。まあそうだよね。あの俺らの時さ、パン出たじゃん。パン出たね。あれを今は持って帰っちゃダメっていう学校もあるよ。なんで？食中毒とか出るでしょ。ああ、ああいうのもなんか、ああいうのも理由の一つなんだけど、やっぱパンの持ち帰りをこうダメですよっていうとこ多いらしい。衛生管理的にね。まあまあ。そう、でもあの親からしてみたら、いやうちお金払ってるわよ。まあそうだよね。っていうとこもあるんじゃないかな。うん。まあ、ね、そのね、やっぱ人に。よるよね、考え方。そう、でも学校のパンとかってさ、そのパン屋さんが作ってその日に持ってってみたいなことじゃけ、その防腐剤とかああいう系がね、多分ないけ、まあ、そうだね、食中毒、まあノロウイルスも含めてだけど、まあちょっとやめときましょうみたいなとこも最近は増えていけるけ、こうやっぱ時代って移りよんじゃない、俺らの知らんとこで。まあそういうことになっちゃうよね。ね。まあそれ言ったらもう全部そうなんだけど。今牛乳って出てんの？あ、牛乳あるでしょ。あんのかな。あるでしょ。昔メグミルクとか、あ、メグミルクじゃねえ。メグミルクって普通に牛乳のブランドだわ。ミルメイクとかあった。ミルメイクあったよ。あった、やっぱり。よかった。ブンちゃんさ、牛乳ってどんな形してた？あのね、俺ら途中で変わったんよ。うん、あのね、最初、三角だったんよ。うん。そっから一回瓶になった。瓶から三角になったんかな、うん、なんかピラミッド型になって、そっからあと四角になった。ああ、やっぱりそこ一緒なんだね。なんかそうだった？そうだったよ。まあ小学校低学年の頃はちょっとあんま覚えてないけど、うん、その瓶だったか三角だったかっていうところはちょっとわかんないけど、うん、けどもうイメージは三角。ああ、三角なんだね。そう、そっからその四角っていうか、大体今売ってるよ。四角じゃないとミルメイクって入れれんよね、多分。上切る。三角の上切る。三角の上切ってたね。ああ、そうなんじゃ。うん。ハサミでパチン切って入れてたね。へえ。うん。今100均でも売ってるの知ってる？あ、マジ？今100均でミルメイク売ってるの、いろんな味の。イチゴとか。
何いろんな味とか怖。俺らの時も絶対コーヒー。そう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 。コーヒー牛乳ができる粉だったじゃん。うん、そうだ、ね。あれが今、いちご味とかいろいろある。へぇー。でね、でね、さらに今、うん、液体のミルメイクもあるらしいよ。あの、茶色いやつ。なんか、あのね、醤油差しみたいなのに入っとって、それを入れる。あ、それはね、俺ね、使ったことあるぞ。マジで？うん。それはすげえな。逆に途中からそれに変わった。へぇー。こっちは。なんかあの、ハサミで、うん、そう、あの、先っちょパチって切って、うん、あの、三角の、あの、ストロー刺すとこあんじゃん。あそこにブスって刺して、ピューって入れてる。へぇー。そうそうそう。ゆうや、今画面見える？見える見える。あ、そうそう。最初ね、この赤いパッケージのやつだった。だよね。でも今ね、うん、ココアとか、イチゴ、バナナとか。ああ、すごいね。メロン、抹茶、きな粉、キャラメル、紅茶とかあるよ。ちょっと待って、抹茶、きな粉って何だ子供喜ぶから。今日のミルメイク、あ、抹茶、きな粉かあ、そうそうそう、この、なんか、あの、醤油差しっていうか、あの、液体のやつ。これ初めて見たわ。なんか、あの、チョコペンみたいじゃない？あ、そう、そうだね。ね。そう、左のやつ。先っちょねじるんじゃん。俺はもうストローから入れるってこと？そう、ストローのところに刺して、へえ、先っぽだけ切ってストローのところに穴に刺してシュッて入れて、なあって感じ。へえ、先っぽのとこハサミで切ったら女の子とか怒りそうだけどねまだね、あの、時代的にそういう下ネタを言ってなかったねはい、破れた、ごめん。さすがにね、まだちょっとね、それ発想なかったな。ないよね。ねえ、いや、え、これすごいよ。ミルメイクコーヒー業務用、1kg×6。いらねえ、いらねえ。今度ちょっと頼んでゆうやんちに送ろう。これいらねえ。1kg×6。俺もそしたらもう、あの、コッペパン普通に油で揚げパンにしてその粉つけて食うわ。美味しくいただこうとしたの。絶対うまいぞねえ、これ100均に今売っとるんよ。うん、いいやん。今度動画でさ、全部混ぜたら何味になるかやってみたい。やってよ。おー、いいよいいよ。面白そうじゃん。面白そうじゃん。俺でも一個言うよ。うん。子供の頃牛乳大好きで、給食でも毎日飲んでたけど、うん、大人になって牛乳飲むとお腹すぐ下るから。ヒューヤン一回トイレ入ったら出てこんくなるけどね。出てこんよ。本当にすぐお腹痛くなるけ。めちゃめちゃおもろい。動画撮り終わった瞬間もう多分ね、30分忘れるから出てこない。ツイッターにあげるんでしょ、トイレナウツ。トイレナウツ。大体文ちゃんと遠出して遊んで帰ってきた瞬間トイレナウだ。確かに。なんかさ、一緒におるときってあんまトイレ行かんよね。行かん行かん行かん。あれなんでなん？多分普段より飲んでない。俺は。なんかホテルでもあんまトイレ行かんよね。行かんねえ。なんで？いや、俺はもともと行かんのよ。うんうんうん。うん。大きい方は、うん。環境が変わると、あ、でんって言うね。そう。抵抗がある。だから最大3日間は我慢。我慢。すげえ我慢するじゃん。俺とかはさ、もう大体に便秘じゃけさ、ひどい時こう、1、2週間でん時あるけど。いやいや、もう、1、2週間出なかったらもう破裂してる。破裂してる。なんかさ、俺らが話すとどうしても下品な方向に走ってしまうね。そうだね。なんでなんだろう、これ。なんでだろう。でも俺ら、いや、多分普段から、うん、本当にこういう話しかしてないから、出てきちゃうんだろうね。まあ、そうだろうね。だって正直今ほぼほぼ自然体で話してる。そうだね。だから多分そういう方向にずれてくんだろうね。そうね。
俺ら大体くだらん話よるもんね。そう、くだんねん話しかしてないよみんな俺ら。なんかさ、真面目な話をしようと思って始めるじゃん、うん、最終的には絶対もう意味わからん下ネタ話したりしない？うん、下ネタで大体終わってる。最悪ね。本当にどうなん、もうちょっと たまには綺麗に笑う、綺麗に笑う、綺麗に笑う、たまには綺麗に笑う。何が綺麗言うやんの中で、綺麗なものって何？綺麗なものは、うん、足。足いいね。タイツいいね。タイツ破きちゃいたい。破きちゃいたい。結局どっち行ったんかな。おーいい。ねえ。ねえ。タイツとか破きちゃいたいじゃない。なるべくデニールは薄いやつでお願いします。薄いやつ、あのさ、もう濃くてさ、もう肌も何も見えんタイツ履く意味ある？いや、もうつまんない、つまんない、つまんないじゃん。まあ履いとる人だからしてみたら、つまらんとかつまるとかそんな話じゃないよね多分。うん、まあ違うんだろうけど、みんなつまんないよ。本当に何の得もないって。いや、そこで膝立てたらパンツ見るよ。いや、これ大丈夫、全然もう全然見えんやつ、つまんないつまんない。いやだじゃなくて、いや大丈夫だよ、これもう見えんやつ、見えんやつ、無理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 、スケンシスケンシ見せてって。やめさせてもらうわ。俺らワイがやめさせてもらうわで終わる感じ。もうラジオの時はやめさせてもらうわで終わる。やめさせてもらうわで終わる。じゃあいいや、とっておきのやめさせてもらうわでお願いします。やめさせてもらう。ひねらねえな。可愛かったけど。何も思い浮かばねえ。だって眠いもん。